憲法裁判所。憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは、憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続きで解決する手続きのことを言い、憲法保障、憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。 の一類型である憲法裁判所、またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、韓国、スペイン、タイ王国、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、中華民国、台湾などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的遠隔などにより、 様々な権限が付与されている。ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を意見審査権という。この意見審査権のうち、立法府、特に議会の制定した法律に対して意見審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による意見審査を認める制度を意見審査制という。この意見審査制には、 特別の政治機関に意見審査権を認める制度と何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして通常は意見審査制といえば後者の何らかの裁判機関に意見審査を認める制度を指すことが多い。何らかの裁判機関に意見審査権を認める制度も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型付随的意見審査制で、 もう一つは、ドイツ型、憲法裁判制である。アメリカ合衆国において取られている、意見審査制は、付随的意見審査制と呼ばれる。付随的意見審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続きの中で、原則として、その訴訟の解決に必要な限りにおいて、意見審査権を行使する制度である。アメリカ型、 不随的意見審査制においては、通常の裁判所が意見審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している、主に最高裁判所が担うが、その他の下級裁判所も判断を下す。このようなアメリカ型、不随的意見審査制を採用しているアメリカや、日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、 アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントン DC の合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、 この意見審査制が定められた条文や裁判所に意見審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に意見審査権があると判断した判例は、1803年に出された、マーベリー対マディソン事件の判決、関裁判官、ジョン・マーシャルの名を取って、マーシャル判決と呼ばれるである。 ドイツにおいて取られている意見審査制は憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令、その他の国家業の意見審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある抽象的意見審査制。ドイツでは伝統的に 大臣の責任追及や憲法機関総合の葬儀などについて特別な裁判所を設けてその裁判手続きに基づいて解決するという制度があった。近代以降もこの特別な裁判所の制度は機関総合の葬儀裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに第二次世界大戦後アメリカの一見審査制の影響を受けてドイツ基本法 旧西ドイツの憲法典で採用されたのが連邦憲法裁判制度連邦憲法裁判所である。連邦憲法裁判所は行政など他の権力は元より通常の裁判所からも分離され独立している裁判所である。その制度趣旨は客観的な憲法秩序の保障とされたため、その権限は伝統的な憲法裁判の系統に属する。 憲法機関総合の総称の裁定、連邦制度に関わる権限葬儀の裁定などのほか、法律に対する抽象的意見審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的意見審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会と連邦参議院によって、 党派比例的的なな選出方法ににに基づいいいてて任さされ、れれ政治的に偏らないように配慮されていると言われる。とわこのようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国にはフランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判専門に扱う一方通常の最高裁判所は 全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。例えば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて、連邦行政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所、 連邦財政裁判所の各裁判所が、それぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である、キーンには112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として、国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは、 人口800万人余りの小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している。日本の内閣法制局は行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの憲法裁判所的機関とも言われることがある。これは内閣法制局が国会における立法の多数を占める内閣提出法案。 各法の事前審査を行っており、抽象的意見審査を行う機関がない日本において、これに代わる機能を持っているためである。前述の通り日本には、憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、日本国憲法第76条第2項では、特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ、日本国憲法第81条では、 意見審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記に上項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に意見審査を専門に行う憲法部を新たに設ける案などもある。 1958年に制定されたフランス共和国憲法第5共和国憲法には意見審査を行う機関として憲法評議会を置くことが定められた。他国の憲法裁判所の多くがその裁判官の資格として通常の裁判所の裁判官の経験や放送資格を定めるのに対して憲法評議会の委員9名には特に任命資格などが定められずその構成も 大統領、国民議会議長、元老院議長から、それぞれ3名ずつ任命すると定めるなど、政治的機関としての色彩が強いため、協議の意見審査制、何らかの裁判機関が意見審査を行う制度あることの例から除外されてきた。しかし、1980年代以降、憲法評議会は、憲法裁判所的な性質の機関へと発展し、 人権問題に関する判断の蓄積も備えてきた。韓国はドイツ型と考えられる。韓国では1987年改正の現行憲法によって通常の最上級裁判所である王ポーイントは別に憲法裁判所が設置された。憲法裁判所の裁判官は大法官となる資格を有する者、その具体的内容は下記の表参照の中から大統領、 国会、王法院が3名ずつを指名する。憲法裁判所の権限は、ドイツ型の制度を敷いている諸国と同様、憲法解釈の他大統領の弾劾、政党の解散、機関総称、行政機関相互間、例えば国と自治体との間で発生した、対立の処理とい重要な職責を与えられている。中華人民共和国の最高人民法院は、下級裁判所において、 憲法判断が争点となった場合に、当該下級裁判所からの紹介に応じて、憲法判断を回答するという体制を敷いている。憲法判断と重要案件の就寝等、同じ裁判所が担当するというアメリカ型の側面がある一方で、訴訟当事者に上訴の負担をかけずに、憲法問題の最終解決を行えるという、ドイツ型の機動性も併せ持った、やや変則的な制度である。 なお、中国の司法制度は原則としてに申請であり、基礎人民法院、関西に相当、中級人民法院、地裁に相当でスタートした案件の事実審が、最高人民法院に持ち込まることがない、例外、死刑の宣告ということも、この変則的な体制の理由と考えられる。このような、広い意味での意見審査制あるいは憲法裁判所に、 類似した機関を持つ国としては、旧ソ連、東欧諸国などがある。司法制度及び憲法裁判所に関する基礎的資料、憲法の有権解釈権の所在の視点から、衆議院憲法調査会2003年を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。